Activating combat mode.ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Activating combat mode.
combat mode. Activating combat mode. 邪魔すな。ブラシ。Activating combat mode.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 Come on.
てろ。まいしてやれ。Activating combat mode.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 
ルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Activating combat mode. 上がってこい。好きにやらせるかよ。はっ。決まった。はい。Conflict resolved.Thank you.
Activating combat mode. Activating combat mode. 邪魔するな。Activating combat mode.Activating combat mode.
Activating combat mode.Activating combat mode.Activating combat mode.なんで S 細胞んなもんねえよ。アクティベイティングコンバットモード。you
これ逃がすかよ。Activating combat mode.ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。そいつの細胞は役に立たん。お前はそもそもソルジャーだった。細胞組織がすでに変質していたわけだ。ホランダ、あんたやったのか。ジェネシスに殺されかけてな。生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少しな。劣化してるぞ、あんた。その通り。しかし、悲観してはいない。S 細胞。S 細胞。女神の贈り物、純粋な S 細胞さえあれば劣化など問題ではない。純粋？お前二人で逃げていたな。いや、逃亡者は二人、元ソルジャーと一般兵だ。その一般兵こそが最後の純粋 S 細胞の持ち主。おい、最終章へつながる4章最後のフレーズを知っているか。知るか。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり、人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに、確かに
犠牲とか終わりとか鬱陶しいんだよ。この美しい死を理解できないとは気の毒だ。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎、水面だ。そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。だが正しいのは俺の解釈だ。それを証明してみせよう。ろくでもないこと考えてるな。すぐにわかる。クラウドが危ない。魔法炉まで戻るぞ。急げよ俺。Activating combat mode.Activating combat mode.
Activating combat mode. Stini, yarasuru ka yo! Nerau ze! Ure! Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. なんだあれ。 まだ流れてくるかな。 よし、やってやれ。